ギの川を本川と名付けしものがその由来。人水緑が輝きて活気に満ちたれへふるさとの美しき町岡崎は、守りが我ら青い武将隊、我こそは平井は地下よしなれ。どいてどいて、ご満足でも岡崎様はお城しなまで胸がつく。岡崎城で生まれし家康と、さよの竹千代と呼ばれし幼き頃は、尾張の女にずるがないながら、あっそうも知れぬ人質へ暮らし、観南新区踊り公演19歳、ついに果たせし岡崎入城。岡崎城の不思議な上、いつも戦の戦法で怠き伝えぬこの俺を美しいという人もいる。血気盛んなこの武将、鎧の色を赤備え、誰が呼んだか戦場の鬼、我が名は井伊直
やー、今回たくさんの人が見てくれておりますが、多分わしらのこと知らん方が多いと思いますけれども、知らん方ちょっと手を、初めて見たよと。あ、半分より、そうだな、ほとんどの方がちょっと知られとらんということで、わしらちょっとまだ知名度が低いということで、わしらのちょっと自己紹介、我々グレート家康と青い武将隊と申しまする。そうです、ただの家康公ではございません、グレートな家康公でございまする。我々は岡崎に、400年前の戦国時代よりよみがえり、この岡崎を盛り上げていこう、いや日本を盛り上げていこうという思いで、結成された武将隊でございまする。普段はここのこの場所をな、ありまして、土日祝日と1日2回の演舞を、今見ていただいた演舞の他にもたくさんな演目はあるんですけれども、たくさんいろいろなことをやっております。普段ならなちょっと平日はやっとらんのですけども、そうだよ、この桜祭りの期間中は特別に毎日このように、演舞をやるということで、わしらやっておりますけれども、2時から毎日やります、平日。そうなんですわ、こんなに集まってくれるからやらんしゃないでしょうね。知ってもらうためにもということで、15日までですな、わしらこの桜祭り開催しておりますので、こちらにございます家康館、あとあちらに見えまする、ちょっとちらっと見えまする、お城、お城の天守の方は毎日夜9時まで営業しております。でもね、働かれます。そうなんです。働きます。そうじゃそうじゃ。ということで皆様、最後のな、気をつけてほしいのは、最後の入場は8時半が最後ということです。そうじゃな。そうなんじゃ。ちょっとな、天守の方に登って夜の桜を天守の上から眺めるのもよし。よいね。この家康館を夜な、普段来れない方が中で勉強していただくもよし。ぜひこの機会にぜひ一度、お入りになってくださいませ。はい。よろしくお願いします。そうなんじゃ。ということでね、今日はちょっとな、たくさんいろいろ言いたいことがあるんだけれども、その次にな、4月の5日。5日何がありました、本田殿。わし。5日あれじゃん、父上。5日あれじゃん、あの早いやつじゃん、どですか、そうじゃん、ちゃちゃちゃらってやつ、そう、わしらなんとメーテレの方でのこの岡崎公園の桜を紹介しに、あのいいのかな、あのおもてなし武将隊元か、そう、信長公が来ていただくと、元じゃん、元信長公が来ていただくと、ということで、ぜひあのお客様もぜひご参加すること、一般の方もね、映ることができますので、わし映りたいって方はね、朝早いけど6時半にね、会社の出勤前に会社に行って、帰ってから会社に行くっていうのは、このまま春休みだと思うので、映りたいって方はね、6時半に会社に行くからね、ここにそうじゃ、大体の6時50分くらいにわしらが映るという話なので、そうだ、ぜひぜひ皆様ご確認の方をお願いします。あ、ごめん、知らないじゃん、知らないじゃん、ごめん、うっかりここだとったら映んないから、あの後ろの方来てね、みんな大丈夫、ごめんね。そうですね、集合場所は城前ということで、ぜひわしらと一緒にこのな、あのどうですかを盛り上げてくださる方は6時半までにぜひお城の前に来てくださいませ。そうじゃない方はまだぜひ家で、あの7時前頃ですかね、7時50分後くらいから放映されますので、ぜひ皆様、あの朝の出勤前に見てくださいませ。お願いいたします。そして、まだまだある、最後に、今週の8日日曜日はなんと、岡崎市恒例、家康行列がございます。市長様のね、護衛としてね、後ろをついて回った後に、3時からあちらのお堂の河川敷の方でね、演舞もございます。当然11時からの通常の演舞もございますので、盛りだくさんということでね、ぜひ今週の4月8日だというのに、もう殿は準備運動始めたからね、気が早いね、なので皆様もぜひね、今週の日曜日を予定を上げておいて、岡崎公園にお集まりくださいませということで、そしてですね、午前中嫌いな隊がちょっと撮影行ってきたんですけれども、わしとね、イランとね、トノがね、城の前で極秘の撮影を行っておりました。これは今おる皆様方にとりあえず極秘で伝えます。岡崎のケーブルテレビでミックスというのがございます。そちらの4月16日の6時15分より、夕方ね、夕方6時15分より、わしらの特別番組何事じゃというのの撮影でした。そうです、ぜひぜひご覧くださいませ。これ極秘になっとるのか、いいな、今日来てるお客さんだけで、だけの日に、ね、っていうことでね、日より情報ミックスでわしらがちょっと番組を持ったということでね、さりげなく
う4回目ぐらいになるんですかね。さりげなくね、レギュラー持ってるってことだよ、皆さん。そうだね、ぜひ、楽しい番組になっておりますので皆様一度、ご視聴くださいませ。はい、ということで、今日はね、本当は予定になかったんじゃけれども、こんなにたくさんの方が来てくださったということで、特別に殿がちょっと、殿やる気満々じゃない。殿、槍が逆でございます。大丈夫です。